というところで今日は、SP タイプの価値というのを、はい、こちらですね、カーシー博士の Please Understand Me 2、はい、紹介させていただきたいと思いますと、はい、異なる人々が異なる価値観を持っていると、はい、私たちの価値観は気質が決定的な役割を果たしている、はい、何かを大切にしたいと思ってもそれが私たちの本性に合わない場合それをすることができませんと。私たちは望むかもしれませんが望むこと自体を望むことはできませんと。これあの NT さんの説明でもいただきましたよね、はい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 、望むことはできると、うん、ただその望むこと自体を望むことができないと、はいはい、異なるタイプは好みのムード、信頼するもの、憧れるもの、追い求めるもの、重視するもの、志望するものにおいて異なると。おそらく人格のパターンが最も簡単に識別されるのは他の領域、例えば自己イメージや知の形式よりも価値観においてであろうと。この価値観を理解すると分かりやすいよみたいなことが書いてあります、うん、のが今上がっているこれですと。カーシー博士はアーティザンは通常興奮することを楽しみ自分の衝動を信頼し他者に影響を与えることに憧れしばしば刺激を求め寛大さを重んじ巧妙さを思考する傾向があると考えていると。これらの価値の思考は他の気質とは根本的に異なると。したがってアーティザンの場合は彼らが私たちよりも安全思考が少ない、賢明さが少ない、または達成に達する欲望が少ないなど驚く、そしてイライラすることがないようこの6つの価値観を研究すると良いでしょうと。でまず Being Excited、 興奮している。アーティザンは SP ですね、はい、SP タイプ、興奮することが好きで物事が退屈になると特に興奮することを堅持します。彼らは子どもの頃から興奮しやすく成長するにつれて興奮しにくくなることがないと。彼らは興奮することを楽しみ長時間にわたって多くの興奮に耐えることができると。他の3つのタイプとは異なり SP アーティザンの公のパフォーマンスは興奮するほどそれがパフォーマンスが向上すると。ただしこの興奮が常に公然と現れるわけではないと。アーティザンはスライス版フライス版、まあ、旋盤ですね、はい、で作業したりワールドワイドウェブを構築したり絵を描いたりバッティングの練習をしたりするときも同じように興奮しやすく高ぶりやすく同じような不穏なエネルギーを示しますと。ちょっと訳が自信ないんですけども、はい、申し訳ありません。でこの興奮性がアーティザンが痛みや疲労を無視するできるようにする要因ですと。もちろん彼らは何をしているかによる もし彼らが芸術的な活動に夢中になり行動自体に引き込まれている場合まるで磁石のように興奮しすぎて痛みや疲労を感じない。私たち他の人たちは努力して痛みや疲れを感じますがアーティザンは私たちが考えるような努力をしているわけではないと。むしろ彼らは興奮の中で行動しておりそれによって何も我慢する必要がないと。なんか思い当たり節あるんじゃないですか、まあ、精神的な話ですかね。ストレス的な痛みもうなんか肉体的な痛みっていうよりは、はい、なんか精神的な苦しみみたいなそういうのはあんまり感じないか感じない気はします。他の人と比べて昔、はい、これ話すの初めてなんですけど、はい、この事務所じゃない時、はい、古い時に、はい、あのコロナ禍で、はい、督促かなんかが来たんですよ、はい、ライブやってる時、はい、僕一回その場に遭遇して、はい、まあまあその管理人とわーって言い合ってて、はい、その後普通にライブを始めるんですよ、はい、ええー、と思って、はい、僕の方がもうちょっとシュンとしてるんですね、はい、もうなんかここになんか真綿が詰まった感じ、はい、もうこんな風に喋れません僕はいいう感じで、はい、やりますって聞いたら、はい、全然みたいな、はいはい、どうも見た時に、はい、なんだこの人と思いましたね
はい、強いなって、はい、でアーティザンはスリルのために山に登ると、はい、なぜならそこにそれがあるから、はい、マロリーでしたっけ分かんないですけど、はい、対岸の頂上に到達するためでなく、アクションは高揚感やドキドキのためであり、はい、他の何かのためではないと、はい、そうなんだ、それはでも分かる気がしますね。名誉じゃないんですね。名誉じゃないですよ。山に登っても山に登ったとかって言わなかったりしますよ。このネタもうネタとして格好じゃないですか。まあ、なんかたまたま披露する場があればするかもしれないですけど、別に聞かれない限りはしないみたいなところはありますけど、ね、なるほど、はい、でアーティザンは SP ですね、はい、興奮した行動中に献身的だという人もいるが、これは献身約束ということではないと、むしろそれは一種の反復脅迫であり、彼らをそのエネルギー領域に捉えた行動を続けさせるものだと。あ、そういうなんか助けたいとか、はい、なんていうんだろう、そういう気持ちとはちょっと違う、献身とかっていうことではなくて、はいはい、どこの部分です、衝動、要は献身約束っていうことではなく、はい、それは一種の脅迫、反復脅迫であり、その要はエネルギー領域に捉えた行動、要はなんか人を助けるっていうのも、はい、あ、今献身っていうのを僕勝手に人を助けるって言っちゃいましたけど、はい、人が献身的だって捉えているアクションも、はい、別に献身したいって思ってるわけじゃなくて、はい、ただのアクション、はい、SP の人がしてる献身は、人が言う献身は、はい、SP にとっては、はい、そういう気持ちとはちょっと違うのかもしれないなって思いました。あ、 SP がやってるってことですよね。 SP がやってる献身は、アクションは、はい、で他の人から見たら献身って献身的に見えるけど、 SP 的にはそうでもないみたいな、はい、ただ行動してるだけだと、はい、STP っぽいエピソードで素敵と。あ、取り立てのシーンですかね。はい、ENTP はベンチャー企業的、ベンチャー企業向けな感じと。 SP って精神面強そうですよね。はい、で、さらにアーティザンの中でも特に社交的な人々、まあ、アーティザン特に社交的な人々は環境や周りの人々に活気を与えます。まあ、隊長もそれでこの仕事ですもんね。はい、コワーキングスペース、はい、みんな応援するよって、はい、SP は美食の宴のレベルで人生に生きがい、仕事や喜びにおいて何か美味しいことが起こりそうな予感をもたらしますと、はい、彼らが行くどこでも雰囲気は輝きを帯び、より明るく、よりカラフルで、他の人がしばしば称賛し、時には羨む興奮に満ちています。メイムおばさんというコメディミュージカルがあるみたいですね。はい、アンティメイムは避難の世界に挑み、友達にリスクを犯すようにこのコメディのおばちゃんは言いますと。そうだ、人生は宴だ、そしてほとんどのかわいそうなやつらは飢えて死にかけているんだ、生きろ、うん、はい、そして彼女も SP の熱狂に取りつかれ、そうだ、生きろ、生きろ、生きろ、はい、英語で言うと Yes! Life! 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 って書いてありました。はいはい、しかし興奮性にはその代償があると。アーティザンは簡単に退屈になることがあると。退屈は SP たちが経験する最も苦痛な状態の一つであり、それが長く続くと彼らはそれを終わらせるためにほとんど何でもする可能性があると。レーナード・バインスタインの友人はハーバードで学生時代の優れた若い音楽家を絶え間なくエネルギッシュで常に様々なものを必要としていると解雇しています。彼らは引き込まれるようで社交的で楽しいことが大好きで、多くの友達に囲まれ、あらゆる社会層の知人がいました。彼は規則正しい生活を強いられると退屈になりました。彼はユニークな人々や芸術的なプロジェクトに魅了され、一度に多くのプロジェクトを進行していることがありました。同様に、ジョン・F・ケネディも何よりも退屈を嫌っていました。あ、ケネディは
SP タイプだったんですね、うん、ホワイトハウス記者のナンシー・ディッカーソンがこう回想しています。ジャックにとって冠たる罪は退屈でした。それは彼の最大の敵であり、どう対処すべきかを知りませんでした。彼が退屈すると彼の目の前にフードが下がり、あ、これか、フードが下がり、彼の神経系がかき混ぜられ始めました。彼に対しては何でもできました。財布を盗む、彼を侮辱する、彼と論争する。しかし彼を退屈させることは許されなかったと。財布を盗むより、侮辱するよりも退屈させることが許されなかったと、はい、おそらく SP の興奮愛がケネディが第二次世界大戦中に危険な PT ボート部署ですかねに配属されるよう画策した理由であり、結果的に彼のボートが日本の駆逐艦によって撃沈された可能性があると。もちろんアーティザンは全ての気分に対応できると、僕にも対応できると、はい、興奮するだけでなく他のタイプと同様に穏やかであることも、懸念していることも、熱狂していることもあると。特に老年期になると、もちろん一部のアーティザン SP は少し落ち着いてくることもあるが、これは彼らがいくらか勢いを失っているか、衝動をコントロールする能力を得たためかもしれませんと。しかし彼らの最良の時期が過ぎても、アーティザン SP は依然として興奮することを好むと。熱くなり活気づいて生命力にあふれていることが好きであり、穏やか、懸念、熱狂の他の気分は短命である傾向がありますと。僕なんか熱狂と興奮って、はい、ほぼ一緒じゃんと思ったんですけど、楽しいってことじゃないですか、興奮。あ、ごめんなさい、カーシーが書いてありました、はい、熱狂と興奮を区別するのは奇妙に思えるかもしれないと。特に辞書がそれらを同義語として示している場合ですが、これはかなり異なる態度ですと。熱狂するっていうのは内側から何かに刺激されることだと。アイデア、イメージ、目標など。興奮するっていうのは外部から何かに刺激されることだと。ゲーム、競技、挑戦、チャンス。したがって SP の支配的な気分は NF とは逆であり、 SP は頻繁に簡単に興奮しやすくなりますが、ゆっくりと滅多に熱狂することはないと。冷静なんですかね。熱狂と冷静はちょっとまた意味が違うかもしれないのでやめときます。興奮ってことですよね。外部の刺激に対して楽しそうみたいな。 NF はこう内部から来るってことですよね。僕今ちょっと興奮してますよライブではいつもちょっと楽しいです、はいはい、で言葉遣いが荒くなって、はい、バカだとかって言われますけど、ね、でそれはこう内部から来てる感情ってことですよね。そうですね、はい、楽しいですからね。で SP はそういうことじゃなくて、なんかこうゲームをしたりとかスポーツしたりみたいな時にこう興奮するみたいな。で僕は体調を興奮させたら勝ちだと、はい、勝ちっていうか、はい、勝ちっていうかこのチャンネルでいう勝ちだと思っていますはいはいはい、価値です、ね、うまくバリューうまくいったみたいな話です。あ、そうそうそう、はいはいはい、このチャンネルとして動画として、はい、一方 NF は頻繁に簡単に熱狂するが、興奮するのはゆっくりで不安定なことが多いですとこれちょっとでもまだ僕ね、熱狂と興奮のね、はい、意味分けがまだちょっとできてないかもしれない、はい、何が違うんだろう。外部刺激と内部刺激みたいなところじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと分かんないです、はい、落ちてこない、腑に落ちない。